お待ちになられております。え、マジですか、はい、お待ちになられておられます。すごい前回来た時の気配、うん、ここだと匂い違うね。匂いは違う、うん、ちょっと待ってください。人の声してる。これなんかすっげえな。近づいてきてるね今。足音してた。足音というか近づいてる音してたから。あ、あかんわ、匂い強くなってきてるわ。行こっか、出ましょうか。うん、どうしたの。と想定以上かもしれない。想定以上、うん、マジか。これ迷うな、どうしよう。これくそ、めっちゃめんどくさいな。なんか言うてます。言うてんね。めんどくせえ、どうしようかな。前か、行こうか。一旦飲みましょう。ね、ちょっと待ってや。年中出してもらっていい？年中？行け。行きますか。行け。行きますか。井上さん、今女の人の声ってしてない？今は分かんないです。さっきはしてました。さっき言って、一番最初の向こう、1個目に入ったとこのだけ。あの、今のボイラー室でもしてました。してた、はい、それごめんけど、ちょっと合わせといてくれへん、チャンネル。今もですか？今も、はい。え、何言ってるか言うたらいいですか？うん、何言ってるか言うたらいいのと、聞こえたら今って言ってほしい。はい、俺全然違うのに合わせてるから今。ああ、そうなんですね。わかりました。ちょっと集中せなあかんのがお二人届いてて、 それを邪魔してんのが多分井上さんに聞こえてる。複数でしょ、女の人3人ぐらい。複数3人ぐらいやな。それ団子なってるからね、言葉が聞き取れないんですよ。そんでいいね、そんでいい。聞こえ、あ、そのうわって言ってきた瞬間教えてくれたら。ああ、わかりました。それがめっちゃ邪魔やね、今。言うてます。オッケー。うん、今収まってる。よしよし。ちょっと待ってや。向こうからで合ってる？ここまでちょっとつかめないですね。多分これで。あ、こっちや、次こっち。ああ、今そっち聞こえました、聞こえました。ちょっと待てや。これであと一塊やな。うん、もう一個ありますね。多分向こうがこっちから聞こえてくると思うわ。聞こえてきたらまた教えて。はい、ここは何でいいかな。これは何、ここはもう中も資材置き場みたいな感じだったんで、だからもうここから僕気分が悪くてですね。あーね、あ、ここからロケハン行けてない感じです。あー、オッケーオッケーオッケー、そんでいいわ。この奥やから。で、もうここで、よくですけど、あ、ここか、こっちからか、この中か、くそうわ。あ、今か。あ、言ってる、言ってない、言ってる、言ってる、今言ってる。こっちの方向やな。そう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 、オッケーオッケーオッケー。移動した。こっち。ごめん、その中からさざれ出せる。
刺され石。シンクの向こう側でも今ちょっと また別のが声したかも。それはいいね、それは全然いい、あの邪魔にはならんから。これ触らんでいいやつなの？うん、あの女の人の塊、女の人の声のような塊が3方向から聞こえてたはずやね。はいはい、こっちも塞いでまうわ、ちょっと。今塞ぎ終わった瞬間になんかわざ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 って言いましたよ。わざ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 って言いましたよ。うわ、めっちゃしてる、めっちゃしてる声。うーって言ってる。この中でしょ。はい。あ、ほらほらほら。言ってますね。やってこました。どうしようか。カメラ的には入りたいよね。もうここまで来たら正体映したいですね。いや、この状態で。え？捉えれますかね、カメラで。いつも言ってるように、亡くなられた方の云々があるから。ああ、そうなんですか。映さへん、聞こえへんようにしてから入ってもらってんねんけど、今日はちょっと勝手が違うねんか。ああ、そうなんですか。だから今日はいけんねん、そのままでも。どうする？行きましょう。行く？行きましょう。まあ、俺こっから動かんかな。了解です。この時点でちょっとちゃうもんな。もう前がほぼ見えないっす。うん、よし、行きます。はい、めっちゃ騒ぎ立ちます。で、気配すごいな。なんやろこれ。あ、今そのとこ、奥の扉のとこなんか映ったんちゃう。なんか今ピョコンと飛び出した気してんけどな。見えへんかな。さっきまでの音全部消えましたね。うん、音吸われた。ん？ほら、今なんかおったんちゃう？ここほら、めっちゃ気配してる。ん？気配が移動してる？声完全に止まったな。うわ、わからん。追いかけてみましたけど無理やった。うん、まあ取ってほしいわけじゃないからな。
てさてさて、どうしたのかな。刺さりあります。うん、刺さればいい。くっそ邪魔やなこれ。何かがまだ邪魔してる感じですか。うん、これどうしようかな。一つって言ったらいいかな、二つ、正確には二つやねんけど、はい、大きく影響してるもんが実は一個あんねんか、はあ、でその一つのもん、ちょっと言い方悪くなるよ、一つのものを餌にいろんなものが集まってきて、それがいっちゃくちゃ邪魔やねん、はあ、で一遍一遍入ってこれにだけするか。結界、うん、よいしょ。お、何すか。え、何すか。よいしょ。ちょっとやれば気になるんですけど、ケイそうくんちゃんね。ほんでしばらくやってこんでしょ。え、え、今の一発っすか。それでパン。え、今のが結果ですか。結界というか、まあいわゆるめっちゃ、まあ、宇宙一分かりやすく言うと朝礼みたいな感じ、払う感じ、どけみたいな。あ、そう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 、さて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 、それはいいね。え、もう入ってられるんですか。いけますけど、検証結果いけるけど、はい、どうしましょう。検証結果、うん、めっちゃ急に飛びましたね。全体映す。いや、あの最初にちょっと入ってカメラ映してみるって言った時に、うん、あの扉4枚あるじゃないですか。扉4枚ある。はい、目の前扉じゃないのか、窓か。あ、これ、はい、それの一番右、これ、うん、その
奥なのか手前なのか分かんないんですけど、うん、そこに姿が見えた気がしたんですよ。あ、女の人？女の人、シルエット、白いシルエットみたいな。女の人だよね。あのその人は写してほしくない人。あ、あの追いかけちゃいました。あ、まあまあまあ仕方ない。それは写してほしくない人って言うとおかしいな。テイソン以外に知られたくない人かな。どっちかっていうと。なるほど。あのさっぱり分かんないんで。ですよね。説明を検証結果でしてもらってもいいでしょうか。行こうか。はい。その方がいいよね。はい。はい。ということで、朝日牧場、山の上の牧場。はい。検証させていただきました。入り口からもガンガン、ここからのプレッシャーが。ありまして、どっから説明したらいい入ったところのもう言ったよね、道中。ああ、はいはい。で、途中で、めっちゃ簡易的に説明するけど、はい、3つ塊、声のような音のようなものを発する塊が3つあって、それがすっごい邪魔をしてたんで、祈りさんが感じた、教えてって言ってた、はい、あれは途中で、なんて言ったらいいかな、浄化しました。あ、そう、浄化しました。さよならって浄化しました。で、2つは浄化できてんけど、1つがちょっと素晴らしいっこかったんで、なんかあれですよね、ピュッと移動したやついましたよね。そう、なんかもうこっからこっち入ってこんといてっていうので、あの線引きさせてもらったんで、帰りにそれはパツンと浄化させてもらおうかなというふうに思ってます。あ、サザレのところ。あ、そうで、ここに入ってきてもいいよ、入ってもいいよって言った理由から説明しようかな、まず。はい。で、それは、ここにいらっしゃいます、40代後半男性の方がいらっしゃって、一つ訴えがあるんですよ。はい。で、っていうのがあったんで入ってもらってもいい。で、あ、そういうことかって途中ですごい迷ってたと思うねんけど、はい、道中、はい、 そうですね、その方だけじゃなかったのよね。もう一人女の人がいらっしゃって、はい、でその人はこうデーゾン以外には知られたくないっていう人やったから、これどっちの言い分を取るべきかっていうのをめっちゃ悩んだ。ほう、うん、相談者が2名いたってことです。そうで、まあその女性の方に関しては、まあ、後々ちょっとゆっくり話聞いたらいいかなと思ったんで、まあ、とりあえずこっちの男性の方の言い分っていうか意見をちょっと先に尊重した形を取らせてもらいました。それから想定以上って言ってたのは、ここにいらっしゃるその男性の方の訴えがすごい大きかったから、その入り口のところから、それだけやと思っちゃってたんよね。そんなわけないのに。じゃあその女性の存在は影に隠れて、そう、影に隠れてた。ここまで来るまで分からなかった。そうわからん。ここまでっていうか近づいてくるまで分からんかって、うわーって言うたあたりからは、あ、なあそういうことかってなったんやけど、あっていうのがあります。で、むっちゃ言いにくいことなんですけど、はい、あ、くそ、言ってきたか。なんかちょっと前からなんかざわざわしだしましたね、うん、いや、これを言うと気が進んでしまうからやめてほしいよね。その集まってくる人からしたら邪魔をしたいんですか。あ、そうそう、邪魔をしとってしゃあない。なるほど。すごい衝撃的なことを言うので、はい、ワンクッション置いてほしい。聞きたくない人はここでやめてほしい。そういう編集入れてほしいかな。うわ、めっちゃ外バキバキ言ってる。うん、わかりました。ちょっと衝撃的なことを言うので、はい、はい、これ YouTube で言うていいんかな、わからへんけど。なんか P を入れたら、あ、そうか、最悪ってもらっていい、バッサリカットいくんで、はい、いきます。ここでにいらっしゃる方、40代後半男性の方ですけど、はい、この人が訴えかけてはること、
この人が訴えかけてはること、俺はここでされたです。先生、ん？その方って作業着着た優しい芸能人で小坂井さんみたいなちっちゃいおじさんですか？ああ、ちっちゃいおじさんはおじさん。そうやね。うん。ゆりさん、ロケハンの時に話してた人。オフで話した話や。そう。何？これ裏会議のまでも上がってないんですけど、うん、車の中で帰りに、うん、おっちゃんおったよねって僕とシン君で話したんですよ。こんな感じで、あ、そうそうそう、単発で、あ、そう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 、でなんか割とこじんまりした方で、うんうんうん、結構あのシワの多い感じ、うんうんうん、彫り深いっていうのかな、あ、そうね、うん、っていう話をしたよね。そういうおっちゃんおるねって。そうなんですよ、うん、で2人でここに来るのって正直もう来たくないよねの話をしてたところで、あ、先生を連れて来なきゃもう次来れないなっていう話だったんで、そういうことか、うん、まあなぜそうなんですよ。でこれをだからそれをだからなんせ知ってほしいと、もう要は悔しいし苦しいし辛いっていうのをなんせ知ってほしい、うん、それ知ってもらってどうすんのっていう話をさせてもらったんやけど、はい、とにかく知ってほしいと、それで気が済むのって、気が済むって言うから、まあ、今回ちょっと言わせてもらったんですけど、あ、だから上がりはるにはもうちょい時間はかかる。まあでもある程度気は済まれたと思うので、その自分いくら言うてもやっぱり声が届かん、知ってもらわれへん、訴えが届かないというか、自分がここで、うん、まあ、されたことに誰も気づいてくれない、誰も知ってくれないっていうことがすごく残ってる。もう それむしろそれしか残ってない形、とにかく知ってほしいんやとっていうことを、まあ、訴えかけられてましたので、今回ちょっと言わせてもらいましたけど。なるほど。その今話を先生が言った瞬間に邪魔する手を止めました。そうなんですよ、もうあの残念ながら、ああ言っちゃったって感じなんですかね。そうそう、言っちゃったって感じですよね。うん、その前までぐーって近づいてきて、うん、ガサガサガサってしてたのに、うん、です、パンとやみましたね。そうそうそう、でまあ女性の方に関してはもう触りませんとか言いません、これは。あ、はい、これは言わないですけど、そう、ご本人さんがもうあんま知られたくない。あ、そうそうそう、もうあの うちうちの話って言ったらおかしいけど、2人だけの話、にとどめたいので、それに関しては触りませんけれども、まあ、この方に関してはもうとにかく知ってほしい、うん、とにかく分かってほしいっていう思いがちょっと強すぎたんで、今回ちょっと言わせてはもらいましたということです。という感じで、はい、まあ、何かあればお答えしますけれど、いかがでしょうか。先生、でもここの場所はむやみやたらに来ないっていうのもマストです。うん、そうね、だからここにいらっしゃる方の、その今のこの男性の方に関してはある程度したら気が済まれるやろうから、またあのまあ見て綺麗に上がってもらおうかなというのは思ってますけれど、まだやっぱり根強いから、思念というのが根強いから、まだしばらくはいらっしゃると思うんですが、それまでよ、こっちに集中してってわわわわって邪魔してくるものとかが多すぎる、その良くないものさんたちの数がちょっと多いし、進むにつれめっちゃ増えてきた。わからん、いや増えましたよ、増えたし、声もはっきりしてるから、はっきりして濃いのよ。そう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 、だから来ない方がいいのはいいよね。で物理的にはやっぱ危ないので、そのガラスがわーっとなってたりとか、あの、ね、投げさんもちょっと越えられへん、越えにくいようなとことかがあったりしたりするので、本当危ないとこなんで、まあ、あの来ない方がいいでしょうという感じです。ありがとうございます。逃げ帰ってよかったです。
あ、裏会議の間で。ということで、山の上の牧場、はい、朝日牧場を検証させていただきました。本日もお付き合いありがとうございます。今回この辺りで失礼させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願い申し上げます。